こちらの袋の中に黒板が入っています。黒板は両面ありまして何も書かれていない状態です。ではこちらの黒板をこちらの袋の中に入れときましょう。カードを使います。もちろんバラバラなカード、お客様に1枚のカードを選んでいただきたいと思いますが、では私がカードを弾いていきますのでお好きなところでストップと言ってください。ストップ。はい、ではストップのカード、こちらのカード皆さんに見せてください。ではこちらに裏向きで置いておいてください。これからこの黒板におまじないをかけると、なんと黒板にあなたのカードが現れます。見てみましょう。お、あなたのカードが現れました。はい、あなたのカード、怒ってます？あ、でも文字が現れました。かなり不思議だと思います。では今度はこちらのカードでおまじないをかけます。するとどうでしょう。先ほどのあなたのカード、はい、変わってないですね。大丈夫、あなたのカード、ハートの5と現れました。合ってます。